2022年春、ある力士の写真が SNS 上に投稿され話題となりました。かっこいいと思って思わず保存したけど、なんていう名前の力士なんですかね。このコメントとともに投稿された写真の人物は第58代横綱千代の富士でした。その写真は千代の富士が横綱に昇進して3年目、9度目の優勝を果たした1983年九州場所中に撮影されたものです。相手力士を捉える鋭い目つきもさることながら、筋肉隆々の鋼のような肉体も千代の富士の強さを物語っています。昭和の大横綱と呼ばれる力士とは知らない平成生まれの若者さえも魅了する千代の富士。引退後35年以上経った今でも千代の富士の鋼の肉体について数多くの逸話が語り継がれています。その肉体は一体どのようにして生まれたのでしょうか。千代の富士の肉体。1955年、北海道松前郡福島町で千代の富士は漁師の家に生まれました。日常的に漁業を手伝っていた千代の富士は幼い頃から足腰が強かったといいます。そして中学生時代バスケットボール部に所属していたにもかかわらず、声をかけられて陸上大会に出場すると、走り高跳び、三段跳びの2種目で見事優勝。千代の富士が出した走り高跳び1メートル62センチ、三段跳び12メートル58センチという記録は、将来オリンピック選手になれると言われるほどの大記録です。さらに水泳の背泳ぎで校内最速記録を残すなど、千代の富士は当時から運動神経が抜群と言われました。そんな千代の富士が中学1年生で盲腸炎の手術を受けた時のこと。千代の富士のお腹周りの筋肉が厚く硬かったため、メスがなかなか入らなかったというエピソードが残っています。その結果、予定を大幅に上回る長時間の手術となり、終了直前に麻酔が切れてしまいました。猛烈な痛みに襲われた千代の富士でしたが、その痛みに耐え抜き関係者を驚かせます。その様子が当時九重親方だった千代の山の耳に入り、千代の富士をスカウトしたことで相撲界に足を踏み入れることとなりました。そして紆余曲折がありながらも、ウルフフィーバーと呼ばれるほどの絶大な人気と強さを誇るようになった千代の富士。横綱まで上り詰めた千代の富士の肉体は対戦した多くの力士を驚かせています。中でも同時期に活躍した元大関琴風は千代の富士の体について、千代の富士の筋肉は触ると硬くなく、タイヤのゴムみたいな弾力があるとコメント。続けて琴風は、しかし稽古になって千代の富士が力を入れて一歩踏み込んだところに私の頭がぶつかると鉄板のように硬かったと話し、稽古後にリンパ腺が腫れ上がったことも明かしました。さらに千代の富士と同時期に活躍した元関脇寺尾も千代の富士の肉体についてこう話します。1985年秋場所に千代の富士と初対戦した寺尾は、千代の富士とは体重が15キロも違わないし、もっと体重が重い力士と何度も対戦したことがある。でも千代の富士は立ち合いで当たった瞬間、まるで鉄板にぶつかったような手応えが返ってきたと、その衝撃の凄さを表現しました。さらに寺尾は、トレーニングの先生やボディービルダーなどのすごい筋肉の持ち主と遊びで相撲を取ったこともあるが、千代の富士はそのような人たちの筋肉とはまるで違う、人間とは思えなかったとも語っています。同じ力士でさえもかなりの衝撃を受け、驚くような肉体を持つ千代の富士。千代の富士の肉体はどれほどすごいものだったのでしょうか。鋼の肉体。力士の体は上半身はたくましく、下半身は脆いというのが一般的な特徴です。しかし千代の富士はその特徴には当てはまりません。鋼の肉体と呼ばれた千代の富士は上半身だけでなく下半身も強かったため、立ち合いで相手から押されてもびくともしませんでした。また千代の富士が圧倒的な立ち合いのスピードを持っていたことも下半身の強さがあったからこそだと言えます。ある研究によると、千代の富士の立ち合いのスピードは秒速 3.9メートル。これは1991年にアメリカの陸上競技選手カール・ルイスが100メートル9秒86の世界新記録を出した際の
スタート直後の速度に匹敵する速さです。競技は違えど陸上のトップアスリートと並ぶ瞬発力を持つ千代の富士の下半身の強さは尋常ではありません。さらにもう一つ千代の富士の下半身の強さを物語るのは四股の美しさです。千代の富士の四股は他の力士と比べて足が高く上げられ芸術的な美しさと言われます。四股を踏む際に足を高く上げても不安定にならず美しい姿勢を維持できるのは千代の富士の下半身がバランスよく鍛え上げられているからと言えるでしょう。そしてもう一つの千代の富士の体の凄さに握力と腕力が挙げられます。一般的な20代成人男性の握力は45キロ前後。そんな中千代の富士は新弟子検査時に左82キロ、右79キロの握力を記録しています。厳しい稽古で体を鍛え上げる前の時点ですでに類まれなる握力を持っていた千代の富士、その潜在能力の高さがうかがえます。千代の富士と対戦した力士は千代の富士に一度でも回しを取られるとそれを払ったり切ったりすることは困難と口を揃えて話しますが、これは千代の富士の前みつを引きつける握力が非常に強いからなのです。また回しを引きつける力は握力だけでなく上腕二頭筋も重要で、その証拠に千代の富士の腕はかなり太く筋肉が盛り上がっています。角界では決して大きくない183センチ127キロの体で通算1045勝、幕内最高優勝31回を積み重ねた千代の富士、輝かしい成績を残すことができた大きな要因は千代の富士の鋼の肉体であることは間違いないでしょう。千代の富士はどのようにして鋼の肉体を手に入れたのでしょうか。鋼の肉体を生んだトレーニング。千代の富士が鋼の肉体を手に入れるきっかけとなったのは肩の脱臼癖です。もともと力士の中でも体の線が細かった千代の富士、幕下時代は持って生まれた運動能力を生かした力任せの投げ技で相手を振り回すことを得意としていました。しかし強引な投げばかりに頼った取り口は左肩に大きな負担をかけてしまいます。その結果千代の富士は現役時代左肩の度重なる脱臼に悩まされ、部屋で半脱臼したものも含めると10回以上の脱臼を経験しました。千代の山から九重を継承した北の富士の指導により一旦は脱臼癖が収まりますが、千代の富士が小結びに昇進した頃今度は右肩を脱臼してしまいます。この時の検査で千代の富士の肩関節の臼が左右とも一般的な人の3分の2しかないことが判明。つまり千代の富士は先天的に脱臼しやすい体だったのです。千代の富士を診察した医師は手術をすれば半年は稽古ができないと話す一方で、もし2ヶ月で治したいなら筋力トレーニングを行って肩の周辺を筋肉で固めると良いとアドバイスしました。このアドバイスがきっかけで千代の富士は鋼の肉体を手に入れることとなるのです。千代の富士は早速怪我の回復度に応じて鉄アレイやバーベルなどの器具を使う筋力トレーニングを始めました。最も効果的だったトレーニングは腕立て伏せで、千代の富士は腕立て伏せ1日最低500回というノルマを自分自身に課し継続します。千代の富士の腕立て伏せの方法は多岐にわたり、定番の腕立て伏せから手の幅を変えたり刺激を加えながら行ったそうです。腕立て伏せは肩だけでなく大胸筋や上腕三頭筋も鍛えることができ、千代の富士も1にも2にも腕立て伏せそれに尽きると話しています。また肩だけでなく全身の筋肉強化をしなければ効果が薄いと聞いた千代の富士は、三角筋で腕をつったままでの自転車漕ぎや階段昇降もトレーニングに取り入れました。こうしたハードな筋力トレーニングを続けた結果、千代の富士は右肩脱臼の療養中のわずか40日間で体重を6キロも増量することに成功。また力士の体脂肪率が平均 32% 前後と言われる中、千代の富士は体脂肪率 10.3% の肉体を手に入れました。そして新弟子検査の時点で人並み以上に強かった握力もこの筋力トレーニングの効果で左右ともに10キロずつ増加。こうして千代の富士は後世に語り継がれる鋼の肉体を手に入れたのです。
千代の富士の肉体について専門家は、上半身と下半身のバランスに優れており、均一な筋肉がついていると話し、特に肩の脇に当たる部分の三角筋の発達がすごいことが他の力士にはあまり見られない特徴だといいます。三角筋を鍛えた結果、相手力士を投げる際に肩を脱臼せずに衝撃に耐えられるようになったのです。幕内力士の平均的な引退年齢が30歳前後と言われる中、千代の富士は35歳まで土俵に立ち続けました。千代の富士は日頃の努力の積み重ねによって鋼の肉体を手に入れ、それが土台となり後々の活躍につながったのでしょう。現在では稽古に筋力トレーニングを取り入れる力士が多くなりましたが、千代の富士が力士の筋力トレーニングの先駆者と言われています。鋼の肉体を手に入れた千代の富士の凄まじいトレーニングは今後も若い力士に語り継がれていくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。